ドリカムの吉田美和は小学校時代サッカー部に所属していた。ベースの中村と初めて会った時、嬉し恥ずかしやさがえりと週に一度の恋人を地下鉄の中で歌って聞かせた。吉田美和は楽器の演奏が増えてだがオカリナだけは得意。吉田美和はフラセモノが苦手で、大量に物が降ってくるとすぐに泣く。週刊誌の記者がスクープを取ろうとしていた時、家族みんな顔が似ているためお父さんを吉田美和と見間違えられた。デビューしたての時はインタビューが苦手だったため、うつむいてジーパンをもじもじいじってるうちに分厚いジーンズの生地に穴を開けた。